体の中にボルトを埋めてたんですね。骨をこうつなぎ合わせてるボルトがあって、それ若いうちに抜いてしまおうっていう話があったので、手術をしなきゃいけないということで、でお休みいただいて、まあ、手術をしてビスを抜きに行ったというのが、はい、まあ、真実ですね、はい、そういう理由でちょっと休みさせてもらいました。いやでもその次スピルバンが出てきたから、まあそれでね、このリベンジ、まあまさかいただけるとは思わなかったですけど、スピルバンはどんなつながりがあったんですか、どうやって決まったんですか。宇宙刑事の集大成を作りたいというプロデューサーの吉川さんが、そう言ってくださったので、まあ、ギャバンから始まって、ギャバン、シャレバン、シャイダー、ジャスピで、次5年目で集大成で、まあ、一区切りにしたいなっていう感じもあったんで、じゃあこのメタルヒーローで、まあ、もう一回渡りを使おうということを言っていただいたらしいので、僕ももう一回来ると思ってなかった。本当ですか。ありがたい話ですね。だってあのジャズピョンは日本であまり人気はなかったんですよね。そうですね。だからジャズピョン終わって、また宇宙刑事のパターンに戻りたいっていう。そうですね。ちょっと新しい話になって、まあ、居住でやろうという話なんで、宇宙刑事とは完全に違うので、宇宙刑事の影響で作品の色を変えていきたいという話がちょっとありました。まあ、それがちょっと当たったかどうかは日本では分かったんですが、それはブラジルの方が大人気、ブラジルの方が大人気、すごくね、ジャスピオンを神と崇めていただいているらしいので大統領になりますよ、ジャスピオンは。そうですよね、正義のチャンピオンですね、ジャスティスチャンピオン。一番最初ジャスピオンになる前に名前はなんとか特捜デニールだったんですよね。それはそう、本で読んだんですけど、スピルバンとかはスピルバーグとか、トエがそういう、スターロンとかね、あ、スターロン、中継時スターロン面白い。シャリバン の時代とスピルバンの時代と比べるとどこが一番違うんですか。やっぱり後輩が増えたというところですね。ですから、まあ、シャリバンの時は一番下で、年下が主役になっちゃったものですから、全て先輩、自分の出番が終わっても先輩のなんか、お手伝いをしなきゃいけないとか、お付きにつかなきゃいけないとか、マットの補助をしなきゃいけないとかあったので、終わっても帰れなかったんですけど、スピルバンだったら後輩が増えたんで、自分でやることがちょっとなくなっちゃって、で現場にいてもなんでいるのみたいな、そういう顔をされるので、これは帰った方がいいかなって、はい、もう一度現場を任せて帰れるようになります。はい、そこが十分違うかなっていうのがありますね。はい、ただ早めにうちに帰ってもね、やることないんですよ。現場に行った方が楽しい。まだ楽しいから脚本に対しては意見とか出したりするんですか。言えないです。言えないんですか。意見は出せないです。シャリバンのプロもした台本をそのまんまやってて。あ、そうなんですか。レーサーブレードとかレーサーブレイドとか言ってますけど、はい、あれもアフレコ台本、台本に書いてあることをそのまま読んで、あ、今週はブレードなのに、あれ今回はまたブレードかなって。あ、ちょっと変わったりする。うん、まあまあ、統一した方がいいのになと思っていながらも、その台本通り読んでましたね。あ、そうなんですか。台本が来て、手書きの台本が来て、ブレードとブレードが変わったりしてる、はいはい、その気分で書いてんだろうと思いながら、書く人が違うのかなと思いながらも。そうなんですか。あのブーメラン服のデザインをしたから、キャラクターに対して何も言わなかったんですか。この衣装でどうですかっていうことで持ってはいきましたけど、あ、うん、最初ちょっと手厳そうな顔してましたけど、はいはいはい、助監督さんの松井さんって方が、はいはい、今の時代はこれでしょって言ってくれたのが、あのジャスピーのブーメランの衣装になりましたので、そうなんです、まあ、無駄にならなくてよかったですね。そうですね。あとメタルダにも出ましたよね。メタルダ、そうですね、最後の仕事になりましたね。そう、ブラジルにもファンいっぱいいますよ、渡里さんの。はい、またブラジル来てください。ぜひ来てください。はい、おー、いいですね。アマゾンとかマラギですね。
ブラジルは広いですからね、もういろいろなところ行けますよ。ぜひぜひ。映画の撮影とかで。はい。新しいヒーロー作りましょうよ。今日はね、その話してましたよね。なんか面白いヒーロー作って。世界に。はい。みんな喜ぶと思いますよ。はい。はい。はい、ありがとうございます。イエー。窓の嵐吹き荒れる。